さて行きましょう。配信の方も始まった。参りましょう。第34回ランキングバトル、第34回アショストリートファイター4ランキングバトル、優勝者指名11本勝ち。本日の優勝者はニューシバウタイブキ、そして指名していったのはカメノスケマコト。決勝の再現1戦目、まずはカメノスケがここは荒らしにいってるような動きもあるね。体力リード、ちょっと飛ぶたところを攻めひじり返したけど目押しミス、珍しい。で見なくて帰る。決勝の再現となっているこのニューシマウタ VS カメノスケ、お手軽に BP が増えそうだという理由もありながらカメノスケ選んでいったニューシマウタ。しかしそんな相当簡単に吸わせねえぞとカメノスケが意地を見せたい。第1ラウンドはニューシマウタ投げるフィニッシュ。大丈夫。中継クロギーガード、クロギーのやり込みにかけてはショートの中でも定評のあるこのカメノスケマコト、セミバックステ抜けていきます。さあ中盤ダイブ、懸命な痛いをスラッパンで刻んで今度は投げ、わあこのダメが耐えない。おっと縮みっす、ちょっとかっこいいことしてしようとしてる。当たれー、当たりますよね。当たってもない。あっさり、まず1本目はカメノスケ、おめでとう。1本目はニューシマウタ。第1試合であっさりと、結構あっさりとニューシマウタが取っていたカメノスケ。もう座るのは嫌だ。お2本目、2試合目です。投げてここはバコシで耐える。J ライミ通ったよ。おっとよしみ、中継から前捨てワンツー、セットプレーの恐怖が体に染み込んでくるとこの中盤の恐怖が、おっとおろしみが嫌だった。続けない、投げ止まる。ここからカラクサー成長戦この時、さてわずかに残るかな、残って、からのスリー、そしてこのフレームはゴムだった。コパンと小足の交換、ゴムじゃないか、ごめんなさい。大事なのはカメノスケ、大事なのはテストガード、下はかくらなかった。小足から刻んでいくがバックステで拒否る。セミ止まる、中盤距離エトシも攻めにくい。勝利で返して際どいに当たりたくない。さあ牽制には取り、おっと目押しミスだと。さあ4球従来キーノーミンカラッサー、もちろんドラムキーまで、これで逆転。正中線5段付き、さてさて投げが通るからのこのくらいが一回もカバーできていないカメノスケ、セミバックしてたがもちろん仕込み勝利。これで1-1、第3ラウンド中間距離ドリッジ JSP からラグが通る。あーこのくらいがやっぱり当たる。スタート選手で使って半分まで JIP 中1ガード強く投げる。セフィ、セミバックして、だが中盤タイム、残ったよ。生きてりゃいいことある。攻めたい、攻めたいよ、攻めたいけど1点、もうダメだね、ダメじゃなかった。やっす、やっす、ああさて、なんやかんやで、ねニューシマウタ2本。ここまでは抜群の安定感を見せているニューシマウタ。3本目ニューシマウタ VS カメノスケ、優勝者指名11本勝ち。第34回ランキングバトルよりストリートファイター4ランキングバトルでもこちら優勝者指名11本勝ち、ここでは不利なことになりました。優勝ニューシマウタに対して
指名していったのは亀之助マゴド。決勝の再現だわ。カラフタ同じゲーム、これで逆転だ。逆転ですよね、ギリ逆転。ただ勝利だけでは通しません。守備勝利は釣れない。中間距離、中間の強兵、中中継、6中ピン。さあ6中ピン当たってみた。あんまりない。シビトフシップコパだが、ここバックステで食らってもちゃんとバックステを仕込んでやる。こういうところきっちりしています。第2ラウンド入手マウント。第2ラウンドクラはガードからチェスト、もう足伸び次次から脱出した。上からセミカウンター、スタートフィニッシュ見つかって、ハッション刻んで、コーパン投げ抜ける。リラックス仕込んで、どちらけあーっと、つぶじが強い。守備守備、ただ EX 勝利切り返した。いったー、これは残るのかな。残りの分見て、亀乗ってきた。さらっと一戦正中線5段席まで1位に第3ラウンド。いくぜよ、第3ラウンドチェスト、うまくしてめっちゃ減ったけど、でもネットプレー、ここまで来たら関係あるわい。めぐりだけ、はい、2回目スタート付き、やっとガードした、いいかかった。はい、先生5段席潜って、いや逆転か、からのコマトース守備、津波が強いようだが EX 勝利で返す。 EX からさ、ダイビングチェスト残って、あーっと反撃ミスだ。来た、そうそう簡単には済ませません。亀之助取り返します。あるね。さて4戦目となります。1、2から優勝者が2戦2勝、亀之助が1勝、4戦目優勝者が11本勝ち。亀之助バースタッフ優勝者、同時に設定なわけね。ワンピースが入れ替わるのがあれなんですが、まずは優勝マウントが体力を奪った第1ラウンド、クライヒット、きっちりスタートするしかなくなっていく。中中ガード、特殊系から、さあ痛い痛い、何回やんねん、剣やったね。さすがにそこまではやらせませんと、ワンチャン見えた。なんかコース走るよこれ、足なってきて耐えます。体力5分、さあどうする、からからじゃん、そういくぜ。前線 X から草強くいった。第1ラウンド亀之助、第2ラウンド、いやー強気、ちょっと EX 勝利、おっとバクテを潰す、ここのバクテを潰してさらに投げる、くらい見えません。おっと削りでいきます、削りで殺すなと。こいつさてさて大胆ラウンド、見せてよセット空振り、下まで打ち切る、セミあーっとコパンが潰れた。大丈夫リーダー入手マウント、裏から投げ抜ける、取りがとう、よろしい、あーちゃん6周ピン、ひだみ、バックステ、つなげて、つなげや、空振り、セミ、釣れた、とバックステをちゃんと入れている、そしてくらいが通る、タコは、6周ピン、あー、届かない、つなげ、かます、あんちゃん、あんちゃん、あー、しかし、セミは通しません、
ニューシマウタ戦勝。ニューシマウタ3、亀之助1。これからランキング単独トップに立ったであろう亀之助には奮起してほしい。5試合目、ニューシマウタ3勝、亀之助1勝からの5試合目、11本勝ち。行くぜよ。シューピーを手に。行くぜよ。体力が少ない犬木。一度捕まえるためにいけるんだが、テスト。ここは下がる。あとさすがに。からの、セミバックで耐えた。入れ替えたが、この出足がうまい。チューチュー、投げは抜ける。お足から。どうなって、捕まない。セットプレイ、ダイバーがポーレー、強かったが、イエス、残ったところから、ギリギリ勝ったのかな。うわー、ほんとギリ。せーの、イエス、昇竜、迷いなかった。迷いなしのイエス昇竜、持続ヒット。第1ラウンドはニューシマウダ。おっと、4体系から、普通は目押しミス。これみたい、セットプレー。と、仕込みが、バクステに負けるだと。と、ジャッピーが届かない位置。だが、サガチュー通して、セットプレイ。チューチュー。セビが潰れる。投げ、抜ける。チューピー、セビー。ロックいけ。どうぞ、目押しミス。投げ暴れが通って、ですよね。バックスでます。シューピー、シューピー、あー、何も出なかった。ガラストシャワー耐えて、ワンチャンあるよ。 JDP ワンチャンある。4体系、あ、どうしてこうなった。4体系、大胆に予想しますが、辛くたミスです。さてさて、ニューシマウダ、いい壁の付け押しだが、ニューシマウダの安定感がまない。キャラ体がしっかりできている。6試合目、4位からニューシマウダバドスカメラ付け。チェスト、いって、チェスト、ジェライディ、チェスト、前捨てから来た。あー、これがピオリ。チェリさん、突き上げ、ジェライディ、ポパンからさ、さて、第1ラウンドはカメラ付け。足までをつければ、まあやることあるまい。第2ラウンド、イエスからさ、トーラーだ、いい、動かないだと。バーン、ブラックが崩れる。6中継から、おっと、チューチューが出ない。仕込みミス、ミスしてくる。うおー、セリカウンター、見上げ、何も起きない。頭前下投げ、そしてこのくらいがガードできない。ターゲットボトルまで。11第3ラウンド、ステップぶん回していけ。普通に回しから刻んでバックで耐える。チェスト、おっと、セミオクターが止まった。ここは暴れ、 EX 勝利を切り返す。ブルビュシューピーだが、ここをバックス、ジェライディコース、ワンチャンス。おー、バックス4で前接決まらった。ジェライディのピオリー、なんで取り返した。4人亀の日本取り返していく。やっぱりガチになってきて、長期戦になると決まるか。リード4人、第34回アチョウ鈴木杯のランキングバトル、優勝者指名11本勝ち、7戦目、ニューシマウタバルコス亀之助。ニューシマウタが 4-2 でリード。第1ラウンド体力半分まで持ってくる、ニューシマウタ。この目押し、ステーラ1、ステーラ1、ターゲットコンボから。なるほど、第1ラウンドはピガチ、ニューシマウタ。第2ラウンド、
膝で無理はしません。はい、クロスチューピータイプ6球かわした。ここ甘かった、投げしました。チューチューから6球上げ方から繋がらず、おろし惜しい、届かない。前に出るか、前に出るか、目の付け優勝だ、さばく、行くぜよ。わー、くれ、さらにグラップが潰れたが、やかしたカラクターバックス EX 勝利、パスヒットバックで耐える、くらせたー、ビデオフレーム、おっと、コンタ壁の付け、ワンチャンワンチャンの壁の付け、チェスト、セミ、カウント、これだよ、これ、いやー、勝負強い。さて、ここ刻んで、あー、砕け、砕け抜ける、詳しい、噛み合った。さて、壁の付け、勝負強さを見せていて、あるんかな。第3ラウンド5番セミ止まる、中盤マイナスで潰した、中中すぐにコンコン、ここは潰って勝利受け替え、ここが中盤で止める、逆勝利、ここ勝利が5名バックスで守備落として、勝利からの一発のみ、中備のみ優しさ、カラクターはかわす、セーラビー通して、さあここバックして、もう一度通す、さあナイティー、これはどっちだ、表に落ちたんで、表が入試は打線とプレーが伝える、ゴリさてさて、ゴリ8本目、8本目です。ニューシマウトバータス、カメノスケ、ゴーリーからの8本目。なので、ここセミカウンター、押しすぎだ。もちろんセットプレイ。ちょっと距離が合わない。守備は相打ち。中間距離、歩いて前を詰める。シャバダイはセミ。セット、これ、トヨトヨに当たると減る。つるぎ、裏から当たり下ろして、打ちだよ。バックステー、さらに投げはこうして。見えません。さあ、特に式使ってダメージ加速で、セットプレー2回目、チューチューガード4番で、おっ、もう1回つぶじで刻む、下まで、おっと、暗い、危ない、投げ、落ちちゃう、つぶげ、逃しません。バックステ、画面越しはバックステが効かない、つぶぎガードね、大事なのは画面付け、大事なのと、チェストが出ない、チェスト剣の空振りに差し返していく、行くぜよ、ゆっくりとした展開になるが、セミ止まる、さらに投げようと、いない、裏かけ、とっ、固定切りはなんとかこらえた、洗った、投げ抜ける、さてここ体力リーダー入手マウント、チェスト連れて、カラクタ、さて先制点を並べて体力逆転、正中線こだつき、だがリソースがないためだけ、ここからどうする、すぐに裏から、おーっと反撃ミス、お互いセビ来ないから、刻んで裏ガード、刻んでさらに X カラクタ、おまけ壁の隙を抑えた、ゴーさん譲りません、亀之助譲りません、この正義になってしまう、9本目です、ニューシマウタ VS 亀之助、ゴーさんからの9本目、スパイラルのカラクターすっかりからいきなりのセットプレー、おっと、なんとかガードした、膝で6球ガード、すぐにおっと手押し、中ビータイプ落として刻んでいくが、中ビー暴れていく、行くぜよ、さて、ここテスト届きません、前
げしてレボとしてのパーチからワンボン続いてさらに仕込み仕込みの勝利までいやーセットプレー再渡る第2ラウンド入手バーザー第2ラウンド守備ダイブ先手入手バーザーおっと反響見ながら通りませんツーダイビー通したがバックで必死にコスピユー中中通ったさてこの策中中から中足取りいやーしょうがなかったまあもう確実なので OK です6さん入手マウタ勝ち越し確定6勝で11勝ち今日の優勝は入手マウタ京都3位入手マウタ選んでいたのは京都での孫使い亀之助10本目です6さん入手マウタ勝ち越し確定からの6さんからの10本目亀之助成功したい鶴木出しまで中 P からバーン使ってくる固定が切れたから勝利バックで4で境内 P から仕込みゲージ上がったのにフラップが潰れるリーチいやー普通に当たっちゃうか第1ラウンドはニューシマウダー第2ラウンド中間距離エビから前に出るがここはさばいた筋が通ってめくりから刻んでいくがしゃがみのボタンが当たらないチェストああ剣は裏入れ替えたが投げやばれ入手バーザーいやー投げに食らうか大丈夫なのかいろいろミスさて剣背中高いと1回なんとかまあ辛くた正中線決めて体力はリードの亀之助からの投げやばれ相当バクテばっかりすると思ったのもう一回投げてフライガードやろうテスト誘わなかったいくぜよさて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 どうしよう出ないけ打撃からバックステ4での踏み込みから来たが通らぜ最後はジェダイピー73ニューシマウタ吸い尽くしたるの宣言通りきっちり73まで勝ち越しを決めている83になるか74になるかで割とイメージが違うぞ11戦目最終戦第34回ランキングバトル優勝者2名11戦勝ちニューシマウタ VS 亀之助さあここでニューシマウタちょっと動画映えするようなコンボを使っていくか決めきれないちょっといっていって亀之助前に出るいやーやっちったグラップ潰れてワンコンボもっといきなり暴れとそうになってるけどいきなり外回りになってた11本目で外回を使っていくがまあ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 裏からの小判が通って第1ラウンドはニューシバウザー第2ラウンド行くでよ行くでよテストこれ飛んじゃうとダメなのねチューチューテスト4割まで体験落としから投げやばいからの投げやばいもう一回通る逆転潰し一気に仕込んでいたオロシはガードから来ない投げ抜けるまだあるセーフセリーガード膝でとやっちったやばったやばったアルティティアスガード壊しまでこらえる亀之助こらえるさて第3ラウンド11本目第3ラウンド11本目第3ラウンド裏表でわからんときはセミステリーいいのにテストああついに対応した普段を投げればいいじゃない裏表ガードしてセーフ JDP 通りません壊しまでからシューピーカラクターバックステこのキャラ隊であるさてセットプレイ裏から投げだぞがガードセミノーマルチェスト次シューやっちゃった
まだあるが体力リーダーでしまうと。セット。クルギー。さあいけるか、ガラクタまくって。今シーズンの足暴れ。ガラクタ。大ダンジェスト。一シーム見ましたカメノスケ。74。というわけで本日の11勝ちは74でニューシマウタ。ニューシマウタの74となります。いやまあそんな感じで次回ランバトーも。